どうも、レディオキューブ FM アナウンサーの城田和也です。そして AD のオッチーです。久々登場、月曜日の AD オッチーと共に今日はお届けしていきます。というのもですね、皆さん本当にありがとうございます。この YouTube 公式チャンネルの登録者がなんと500人を超えました。やったー、嬉しい。2020年の11月からスタートしたこの YouTube 公式チャンネル、一つの目標としていた500人を超えまして、さあ次の段階に進んでいこうという話になっております。実は YouTube って登録者数が1000人を超えて、かつ4000時間再生時間が超えると、要は夢の収益化ができるわけですよ。広告を動画にこう貼ってですね、そこから1再生 0. 何円とかっていうことで収入が入ってくるかもしれないと。皆さんにはたくさん再生してもらわないと。そうなんです。できませんね。こんなやらしい話をするその企業のアカウントってあったりするんですかね。ないかもしれないですけどね。まあただ私らはね、それを目指しているというか、1000人を超えて収益化できた暁にはですね、レディオキューブのリスナーの皆さんにドーンと還元をしたいなと。まあ取らぬ狸の川山用なので、はっきり言ってその 0. 何円っていう単位も、まあ1000人超えたらどれだけのお金が多分そんなに入ってこないと思うのよね。最初はね、1000人ごときだと。まあだって日本のトップの YouTuber の人たちもう何万人何千万人っていう、何千万人はないのかと。例えばはじめ社長だと918万人で、サブチャンネルが265万人。サブチャンネルで、でまあトータルで1000万人は超えてますよね。すごい。我々のチャンネルの何万倍ってことに、1万倍ってことになるのかな。これは太刀打ち的でちょっとなんか今現実を知ってしまったんですけど、トップの YouTuber さんとかは動画出すだけで次の日には100万再生されてたりしますよね。そうですよね。もう500人でやったなんて言ってる場合じゃないね。いや本当に嬉しいんですよ。皆さんにねこうやって登録してもらって再生してもらってるっていうのは本当に嬉しいんですけれども、これは次は収益化を狙ってですね、このもし動画でお金を稼げるっていうことになったらですね、本当にもうこれはね、確実にリスナーの皆さんに何かプレゼントを出したりだとか、そういったね施策に使いたいな、より良い番組作りに使いたいなと思いますので。やらしいな今回の動画は、なんかやらしいけど、ぜひ今後ともですねご支援のほどよろしくお願いします。さらにはまだこの動画をですね、チャンネルを、登録して見てないよという方はぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。おちいからもお願いして。1000人登録者が集まりましたら、皆様にプレゼント企画だったり、面白い企画が待ってるかもしれません。ぜひ登録してください。私も登録します。してないの？してないの？聞き捨てならない話を聞きましたけど、何なのその今日の T シャツは。どこのお嬢ちゃんが今日はやってきたのかなと思いましたけどね。これは中学生の時から着ています。オチ今いくつだっけ？23歳です。ああ、でも体型が変わらないっていうのは素晴らしいと思いますけど、中学生の時から着てるうさぎちゃんの T シャツを今日仕事場に着てくるっていうね。将来有望ですね、オッチーもね。そんなオッチーもチャンネル登録今すぐしてください。じゃあ、わかりました。はい、よろしくお願いします。ということで皆さんのチャンネル登録、そしてグッドボタンもお待ちしております。ということで月曜日チームから500人突破ありがとう動画でした。また見てください。城田和也とそしてADオッチでした。さよなら、バイバイ。